1937年12月2日の日食は、1937年12月2日に観測された日食である。小笠原諸島、南洋町、ギルバート及びエリス諸島で近間日食が観測され、太平洋中北部とその両岸の地域で部分日食が観測された。 この日食は1628年12月25日から1955年12月14日までの間に持続時間が最も長い金管日食である。金管帯が通過した金管日食が見えた地域はほとんど太平洋上で、陸地は数少ない島だった。詳細は小笠原諸島の火山列島全部、父島列島中南部、母島列島全部、 南洋町の一部、ギルバート及び、エリス諸島のテライナ島とタブアイラン島。また、近間日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、中国東北部最東端の小さい部分、朝鮮半島東部と南部、日本全国、マレー諸島東半分、ミクロネシア全部、メラネシア全部、ポリネシアのほとんど、アラスカ準州中南部、カナダ南西部、アメリカ西部、 メキシコ中西部だった。そのうち国際日付変更線の東にある半分では12月2日に日食が見え、西の半分では12月3日に見えた。ありがとうございます。